おはようございます。速稼塾の久保です。今日は土曜日なんで相場解説はないんですけども、ちょっとね、嬉しいメールが1通来ましたので、皆さんと一緒に読んでいこうかと思います。ですね、2月から記録をつけながら FX を開始して、3ヶ月半ですね。2月からでした。にしてようやく1週間の結果がマイナスではなくプラスになったということですよね。勝率は五分五分ということです。ここですよね。ここ勝率はね、五分五分とか本当にね、49対51ぐらいのほんのちょっと勝率が配率を上回ることで利益って取れていくんですよ、うん、でここに書いてあるのは、勝因としては久保さんの相場予想を参考したのが大きかったと思うと。特にその日の目線が上目線か下目線という予想が大きく、いつもは自信のないトレードが少し自信を持ってできたかと思うということなんですけど、この小さな自信をね、積み重ねていくと、まあ大筋こっちだろうなっていうふうにだんだん思えてくるんですよ。でそこでですね、まあうまくいく時もあればうまくいかない時もあるんですけども、だいたいパーセンテージを長い目で取っていくとですね、だいたい 60% ぐらいは上目線だなっていうのが、あ、その通りだったなっていうのが分かったり、 40% ぐらいはね、予想が違ったりするんですけども、この6対4になることで、私の場合はこれで、基準点ができたなと思うわけなんですよ。6対4ならもう負けはないですからね。あとはロットを調整するだけなんですよ。ロットを大きくしたり小さくしたりすると、せっかく勝率が6対4で上回っているのに、大きな時にマイナスの4割が来ちゃうと、全然金銭的にはね、勝率は6対4でも金銭的にはマイナスってことが起きうりますから、だからね、ロットを変えるってね、相当なんですよで、たったの24ピップス 0.01 ロットでエントリーしているので、金額にして240円、うん、私もこういう思い出があります。何回もあります。金銭的には全然嬉しくない金額だが、今までずっとマイナスで終わっていたのがプラスで終われたのは大きな一歩になったと思う。そうなんですよ。あのね、240円勝てるじゃないですか。でこれロットをね、じゃあ1にする、 0.01 から1にすると、単純に言ってですね、2万4000円勝ちなんですけども、ここにですね、精神力のこの圧力が来るんですよ。1ロットだとね、0.01 と全然違う精神力が必要になってくるんですよねまあですので、私のね、 FX を学ぶ時の第3段階っていうのがあるんですけども、まずは暗記項目、2つ目が、まあ、確認のための何ですか、低ロットエントリーですね。それからデモトレード、どちらかで、3つ目が精神力との勝負って形なんですけども、おそらくですね、これはね、第2段階のまあ中盤よりもちょっと進んだぐらいで、もうちょっとで精神力の勝負になるんじゃないかなと思いますよね。はい、ドル円1本に絞っているのもあって、エントリー回数も減り、無駄なエントリーも少なくなったと思う。これはね、非常に大事なんですよ。ついついね、マタフとかでいろんな通貨を見てしまったりすると思います。それもね、私は不正解ではないと思うんですよ。本当にこれは難しいんですけども、私の場合はいろんな通貨のペアから今日のエントリー通貨を選んだ方がいいよって繰り返し繰り返し繰り返し指導を受けてるんですけども、私の方はね、それに対してすごく恐怖があってですね、ドル円しかやってないんですよ、未だに。でもね、私の見立てよりも中丸トレーダーの見立ての方が正解だと思うんですけども、まあ、私の力を持ってすればね、もう複数の通貨でエントリーしても全然負けることがないというか、複数の通貨をやった方がリスクヘッジになるそうなんですよ。いやー、なかなかね、私もここの精神力は超えられないですね。ドル円じゃないと勝てないというね、そういう先入観に縛られております。はい、金曜日はチャートをずっと見ていたが、入れそうなところがあまりなかったので一回もエントリーしなかった。金曜日はね、悩ましいんですよね。判断がつかない相場で賭けでエントリーを我慢できるようになったということだろう。そうですね、久保さんの相場解説を参考にしている世界、今一つ嬉しさが込み上げないが、現状は周波林の主ということで、今は守られながらまずは勝ち癖をつけていこうと思います。はい、でやっぱこう、そのプレミアムっていうクラスルームは、一応私がね、一番最初にプレミアムの第何期生か分かんないですけど、第1期生の前の、ね、X 期生なんですよねなんか変な言い方になりましたけども、まずは私が一人で仲間トレーダーから、2週間のコンサルを受けたところから、この FX のプレミアムっていうね、こういった概念が生まれてきたんですけども、まあ言ってみれば私がね、一番古くからやってるわけなんですよ。で一番早く多分周波林の理に行ってるのかなと思います。私は仲間のトレーダーの教育から今離れて、オリジナルがだいぶ出てきましたんでね、うん、で肝心なのはね、まあ、学級委員という、ね、風な、ね、立場でやってますんで、参考になる部分もあると思います。でも全面的には参考になりませんから、今回ねメールいただいたこの方の質問に私答えれないこともあったんですよ、うん、で質問3ついただいて、ある日のメールで1つは答えたんです。でも2つは分かり私じゃ判断ができないんで、
中丸トレーダーに聞いてくださいっていう形になりましたね。まあそういったこともできますんで、なかなかね、足元を照らす意味では私の相場解説はお役に立てるんじゃないかなと思います。特に毎日やってますからね、これからも活用していただきたいと思います。また私の方にメールをたくさんいただいても お答えしていきますんで、で私がちょっと分からないところは中丸トレーダーに聞いてくださいっていうふうにしますんで、そうすることによってね、結構小回りの効く相場解説もしくは相場の勉強、 FX の勉強ができるんじゃないかなと思いますんでね、ぜひこの私もご活用ください。それではありがとうございました。